ノーマルで寝ようかな。だから食ってればいい。はい。ノーマルで寝ようかなって分かってるようなこと言わないで。今日ここではですね、なんかテリー伊藤さんとトークショーをやってくれって言われてるんですけど、テリーさんがいないんですよ。テリーさん、テリーさん、どこですか。テリーさんだー。岩井さん、テリー伊藤が、テリー伊藤が、なんだこれ。どうもこんにちは、改めましてテリー伊藤です。よろしくお願いします。石田さん、いいじゃないですか、ここは。はい、車を持ってるっていう生活っていうのは、僕らの世代ね、特になって若い頃なんか女の子とチューしようと思ったら車の中しかできなかったんですよ。いや、そうですよ、うん、この辺なんかよく来ましたよね、感じてきましたよ、よくあれ先生は私がチューしてましたよ。そうするとおばあさんによくチューしてました。またお前勝ったと思った一番警察の人、はい、スーパーカーブームの頃ってあったでしょ、はいはいはい、あの頃は消しゴムとかスーパーカー、はい、消しゴムとか買ってないでしょ、はい、あの人が将来、消して大人になって仕事に頑張って、あ、じゃあね、お金が貯まったから自分もスーパーカー買おうとか、うん、早い時に買おうとかっていう、そういうことが生きる糧になるじゃないですか。そうですね、それがまたいいんですよね。そういうことを教えてあげたい、パワーだね、はい。トルクがあるから日本の家に合いますね。全然いいよ、めちゃくちゃ美味しいじゃん。フードブラックじゃないですか。完全にお刺身じゃないですか。ほら、こんなに。これヨーロッパだったらこのまま、ええ、ヨーロッパ人手にはね、いけるでしょうね。はい、スープがいい、スープがいいですね。スープついてたね。え、こんなのないよ。で、このモーターだけで60キロ走るんですよ。そうですね、うん、音がしませんね。パワーが違う。すごい、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 いや、本当にすごい。行ってきます。いや、もういいわ、楽しいね。で、いや、大きいんだけどね、うん、あの、本当に大きさは感じないし、オープンしたー、テリーが来たー、じゃあー、いや、いいね。